日のワンポイント解説はこちら。アスカ、ありがとう、そしておめでとう。以前ですね、アスカの旧劇での人生まとめと新旧での違いをまとめた動画を出したんですけれども、まあ、今作新作で、まあ、ほとんどの謎が回収されたのではないでしょうか。旧劇ではあれほどまで描かれたアスカの過去が新劇では一切今まで明らかになっていませんでしたが、そのわけも大変衝撃的でしたね。まさかアスカがクローンであるとは思いもしませんでした。ただ今回はアスカがクローンどうのこうのという話ではなくて、シンジと両思いだった件についてお話しできればと思います。劇中アスカはネルフ本部へ侵入し、最後の戦いを始める前に14年前、昔はシンジが好きだったと告白しました。ただもう大人になってしまったという事実も同時に伝えました。そしてその後、シンジもアスカに対して自分も昔は好きだったと素直で正直な気持ちを伝えていました。そして最後のシーンのアスカなんですけれども、満月の雑談さんという非常に人気な YouTuber の方が考察している通り、本当に四季並と蒼龍両方のアスカがあそこにいたと考えるのであれば、私はもう涙しか流れませんね。もう今流れている画像の通り、もシンジとアスカは昔からずっと、まあ、仲がいい期間もあれば少し壁とぶつかって、まあ、あんまり仲良くない期間もあり、様々な思いと時を経てようやく、まあ、こうして素直な気持ちで繋がることができたと考えれば、もう本当に感動です。それで最後アスカが照れるんですけど、その照れるシーンももうものすごく可愛くて、劇中で一番胸が熱くなったシーンはあそこかもしれません。もうクローンだっていいじゃないですか。長い時を経て最終的に結ばれることにならなかったとしてもいいじゃないですか。その昔お互いが好きだったという事実を後々知れるだけでも幸せなことだと思いますし、アスカとシンジの終わり方としては私は最高かなと思っております。エヴァのない世界線でもいつか2人が再会する君の名は展開があればちょっと面白そうですね。以上で本日の動画はおしまいとなります。すべてのアスキストにおめでとう。